はい、皆さんこんにちは。ベースボールキングチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。編集部のザキヨです。今回は編集部藤田君と一緒にパワープロをやっていこうじゃないかという企画をやりますが、はい、パワープロのね、最新作いいベースボールパワフルプロ野球2020が7月9日発売ということで、今回はこのね、最新作の変わった変更点だったりとか、あとはまあ見ててもね、説明だけでもしょうがないんで、我々でちょっと一試合プレイしてみようかなと思っております。というわけで藤田君、パワープロの思い出みたいなのってあります？野球、僕少年野球小学校1年生で始めたんですけど、はい、それとほぼ同時にパワープロ君初めてテレビゲームの、そこで野球選手を覚えてきましたね。ああ、そうね、最初の取っかかりとしては、はい、非常にいいゲームだよね。俺もそんな感じで始めてて、シーズンオフ、野球のいわゆるシーズンオフにいいベースボールプロリーグがね、やってて、はい、見ることは結構あったんですけど、うん、実際に触ることといえばあんまなかったなと思ってちょっとね、今回グダグダになりそうですけど、とりあえずまあね、せっかく新しいゲーム出たんでやってみようじゃないかということで始めていこうと思います。はい、はい、お願いします。で、まあそうですね、最初にですね、コナミさんに目玉、この最新作の目玉なんかを、ね、聞いてきたんで、ちょっと説明をしたいんですけれども、今作はやっぱパワープロ史上最大級のね、このモード数、我々的に歌っても馴染みがないような、こんなのあるんだみたいなのも、ね、初めて見るようなものもありますからね。で、そんなモード数が最大級になっていて、一人でもみんなでも楽しめるようになってますよっていうところで、あと今日2人なんですけど、プレステ4版が、最大4人でプレイできるようになったっていう話もありまして、スイッチ版がね、ちょうど本当1年ぐらい前にスイッチでパワープロが新しいのが出るよってやった時に、4人でね、協力で対戦するっていう動画をこちらのチャンネルでも撮ったんですけど、今回プレステ4版でもそういうことができるようになっておりますっていうところと、あと、まあ今回 PS4 版をやってますけど、スイッチ版ではですね、人気モードのパワーフェスとか、栄冠9とか、ライブシナリオっていうものが、スイッチ版は去年までは入ってなかったんですけど、それが追加されていますよというところが挙げられてますね。あとやっぱり、パワープロのおなじみのモードといえば、こちら、サクセスですよね。選手を作成して、育てていくっていうやつなんですけれども、こちらが今回最新作は、大学野球を舞台にしたね、あ、説明が始まったんでちょっと見ますか。はい、そうですね、ストーリーを楽しみながら選手をね、こう育成してプロ入りを目指していくというモードなんですよね。で、毎回舞台がシナリオが毎回まあ違うんですが、今回大学野球編ということで、個性豊かな3つの新作シナリオを搭載しておりますと。エジプト行っちゃうんですね。エジプト大学気になりますけどこれは1個ずつやっていかないとオープンにならないということでね、こちらお楽しみということになってますけど、しかもですね、ここキャラクターいるかな、あ、いますね。上にメガネをかけたキャラクターがいると思いますけど、はいはい、まあおなじみ、パワープロファンにはおなじみですよね、矢部くんなんですけど、今回あのキャラクターボイスが追加されてまして、喋るんですね。そうなんですよ、矢部くんがね、喋るんですよちょっと告知のね、発売前のコナミさんの方の公式ツイッターなんかで動画ちょっと出たりもしてたんですけど、ちょっとなんかイメージと違いました、私的に。あ、そうですか、はい、こんな声だったんだ、矢部くんっていうのをあ、そうだったんだなっていうのがあったんで、ぜひね、皆さんこちらチェックしていただけたらなと、こちらも楽しみにしていただけたらなと思っております。はい、あとね、今作ちょっと1個新しいモードでおすすめというか気になるのが、このですね、オリンピックモード、もうね、本当だったらこの発売日直後ぐらいに始まる予定だったというね、東京オリンピック、これがですね、ゲームでできてしまうということで、じゃあちょっとこれも説明があるみたいなんで見ましょう。オリンピックですね、はい、金メダルを目指して戦っていくというモードで、実際に行われる予定だったね、このルールでこの大会を楽しむことができます。で、チーム全体を操作するモードや、日本代表選手1人にね、なりきってプレーできる選手チャレンジというね、遊び方があると。だから、まあ、自分でチームをね、作るし、あとはどれか1人を選んで遊んで金メダルを目指すことができますよというモード。これもね、で、出場権
獲得しているメキシコだったりとか韓国とかイスラエルとか他国のねチームも搭載されていますということなんで、このパワプロでね、まあオリンピック延期になっちゃいましたけど、うん、一足先にねこのモードで楽しめるということになってますけど、あとですね変更点でいくと皆さん、ファンの方はね、これが一番楽しみっていう人がいるかもしれません。栄冠9っていうねモードがありまして、こちらね高校野球の、一チームをねこう育てて名門野球部をね作っていく、そして甲子園優勝を目指しましょうというねモードがあるんですけれども、そうですねこんな感じで練習をねメニューを決めて選手たちを動かしてとかっていうのでやっていく、まあ、かなりねやり込み要素の強いね、うん、モードなんですけれども、そうですね試合になるとこういったね戦術とかをね監督として選んで勝利に導いていくというところで、そして育てた選手がこうねドラフト会議にかかって指名されると、その選手がねサクセスで作ったみたいな感じでオリジナル選手として登録できますよというところで、そこでですね、今作からはこう新入部員がねこう4月からね毎年こう1年生が入ってくるんですけど、この新入部員をスカウトができるようになってたり、あとさっきちょっとちらっと見せましたけど、試合の中でね戦術がこう選手に指示が出せるんですけれども、そこもね新戦術が加わっていたりして、より監督としてのねこの楽しみ方というのが広がっているということなんで、ぜひねこちらこれまでまあずっとやり込んできた人はもちろんそうですし、まだやったことないよって人とかね、あとスイッチ版で今回初めて収録されているモードなので、ぜひねこちらも楽しみにしていただけたらなと思います。超やり込み要素が豊富で、もうこれのために買うみたいな人も結構いるし、あとね、まあ、我々以外のねこの動画ゲーム実況される方のね YouTube チャンネルとかも発売日の初日の夜中からもずっと動いてたりとかしてるぐらいなんで、こちらもね どこかねうちのチャンネルでももしねできたらいいかなっていうところもありますよね。はいはい、とまあこんな感じでざっと新要素みたいなところ説明してきましたけれども、まあ、まずはでもねやってみないことにはということで、ちょっと我々で一回対戦してみたいと思います。はい、まあ、一番ねシンプルなモードですよ。チームをね選んで、あこれも説明してくれるんですね。あなりきりっていうのもある、選手になりきってのプレーとか、あと監督としてっていうね、うん、遊び方もねいっぱいあるんですよ。今回はみんなでですね2人で、これはちょっと待ってください。そうなんですよね、パワープロはね初心者の方でもねすぐに楽しめるようにね、こう打撃フレッシュ設定だと打撃はもうミートカーソルをねこう合わせなくてもいい、タイミングよくボタンを押すだけみたいなのがあったりとか、ロックオンっていうのはこうね、まあ、ちょっとフォーカス甘めでも補正してサポートしてくれる、補正してくれますよっていうのと、まあ、ノーマルはきっとそうですよね、全部を自分でやるもので、うん、エキスパートだと投球が2度押しになるんですね。そう、パワープロ、最近のパワープロですと投げるときにねこうタイミングリリースのタイミングでボタンを押すとナイスピッチっていうのが発動して打たれにくくなるっていうのが基本の設定になってて、それも我々の時代はなかったなかったですねと思うんだけど、はい、じゃあ今回それも挑戦してみますか。やってみましょう。二度押しで、ね、うまくいかないと棒玉になっちゃうっていう、通過されるわけですね。そうなんです。じゃあもう、うん、僕は決まってます。そうなるよね。我々はそうなんですよね、はい、まあ、一応まあ編集部として野球見てますが、プロ野球ファンとしては私が西武のファンで、藤田君はヤクルトということでね、はい、押していきます。じゃあ今回心のチームを使って、はい、まあ、負けられないですから、これは本当に、はい、いいですか。ええ、先にでですね、この選手の横にあるこのマークが選手の調子を表していて、黄色が普通ですね、赤が好調で、ピンクでもう跳ねてるやつは絶好調、逆に青いのが、不調で、紫色のやつが絶不調っていう感じで、不調によってねこの選手の能力がちょっと上がったり下がったりみたいなところもねありつつなんで、これもね結構、あ奥川くん、はい、夢のある感じでいきましょう。あ長谷川投手ね、はい、今年すいません頑張ってますよ本当に。もう好みです。清水投手もね、あ清水投手もね今年、はい、戻ってきましたよね、なんか怪我があったり、うん、
ていうところで、あ、迷うね。そっか、寺島選手ももう今やね、一軍でバリバリ、この間ね、ちょうどプロ初勝利あげましたけど、ブルペンの一員ですからね。そうですね、確かに確かに。 OK、これでいきますか。先発、井上投手ですか。はい、調子がいいんで。そうですね、はい、これ結構重要なんですよね。あー、これね、中軸が不調と絶不調っていうね、これは痛いですね。なるほど。いや、でもエスコバー選手が絶好調なんですけど、いやいや、これもまた悩ましいところでもあるね。いや、このままいきます、私。うん、まあ、ここはじゃあ、腕で、はい、カバーしていこうと。シーマ、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 シーマ。いや、ただね、中村優選手、そうなんですよ、離脱しましたからね。じゃあ、わかりました、行きましょう。いや、行っちゃうか、行きましょう。好調の中村優選手を外して、そっか、DH があるのかな。そうです、DH ありにしましたね。じゃあ、ちょっと夢のある感じで行きましょうか。ありがとうございます。そうなんですよ、向こう側にね、いるんですよ、いる方がイーグルスファンということで、これでいきます。私は完了します。はい、じゃあお願いします。セーブの方からいきましょうか。ほうほうほう、まあまあまあという感じ。あー、松坂ね。そうかそうか、今年から戻ってきましたよ、松坂大輔。僕が見てた頃の松坂選手はだいぶ、そうね、我々が来た時代の松坂といえばもうね、155キロでスライダーもすごい変化量の松坂投手でしたけど、じゃあ宇都宮投手とかね、ベテランの5つ、はいはいはい、あ、藤田光輝ね、はい、あの、どうせそうなんですよ、感じは違うんですけど、感じは違うけどね、いたりとか、心の中でかけながら応援してそうだったんですね、はい、じゃあそうね、せっかくだし松坂は使います？先発、先発松坂に、はい、よく帰って、あ、ニール投手すごい、コントロールいいですね、腰、シンキングツーシームっていうのがさ、見慣れない球種、すごいね、この球種、ちょっとこれ見てみたいからベンチに入れとこう。そうですよね、我々、まあでもそんなに変わってないっちゃ変わってないのか、こうね、特殊能力、うんうん、基本のね、この球速コントロール、スタミナ、変化球っていうのと、この特殊能力っていうのをね、組み合わせて選手のね、個性を出しているのがパワープロっていうゲームなんですけど、そうですね、見たことない球っていうと、さっきのニール投手のものぐらいなんですかね。これ気になるんだ、後で使いましょう。 OK、よし、あー、こっちも山川選手がねえ、このすごいな、パワー A 弾道4威圧感ってのついてますからね、相手のね、ピッチャーの能力を下げるんですって。あのパワープロのね、プロリーグ見てたんで、そうですね、その辺ちょっと詳しくなりました。え、熊代に、熊代選手にシャッチャーがついてますね。へー、ついてるんですよね。まあね、困った時の本当にね、熊代選手はエラーちょっとついてますけれども、このさ、3色が、3色の選手って憧れたよね、なんか昔さ、いました、3色の選手やっててさ、なんか自分で作ったりする時さあ、なるほど、なんか別にサブポジいらないのにさ、やたらつけたからみたいな、無理にさ、つけちゃうみたいなのとかあったよね。スパンジェンバーグ選手強いの、ほうほうほう、いい能力ですね、初めからいいですね。一番金子選手がね、ちょっと怪我でね、うん、離脱してしまったんですけれども、ここはそうですね、開幕戦のスタメンをベースみたいな感じにしていこうかな。じゃあ森選手もね、キャッチャーとしてまだ外野がついてるんですね、サブポジ、去年は出てないですよね、うん、しばらく出てませんね。中村選手は変わってないな、俺らが使ってた頃なんならちょっと、うん、しかもね、この黄色の、金色っていうのかな、恐怖の満塁男、うん、青じゃないですね、そう、上なんですね。いい特殊能力は青で、悪い特殊能力が赤なんですけど、そのね、一個上のやつがありまして、だから、満塁男っていうね、特殊能力のさらに上位みたいなのが、これ現役選手でついてるのって多分ほぼないんじゃないですかね、多分
多分中村選手ね、満塁やっぱ異常に強いかったですからね、去年なんかも。さあ、はい、こんな感じになりましたけど、球場、そうですね、ちょっとあれですよね、これか。そうだ、9回は長いので3イニングしますから、はい、延長戦なしで、まあ、タイブレークにするか、どうせならせっかくなんでね、はい、延長戦の4回からはタイブレークにしましょう。ノーアウト1、2塁からないですね。あ、そうですね、はい、延長4回からはノーアウト1、2塁でスタートと、うん、まあまあまあこの辺はきっと大丈夫でしょうということで、はい、これは大丈夫ですね。球場、あれ高校がヤクルトなんですね、はい、じゃあ神宮球場にしましょうか。ありがとうございます。デーゲーム、ナイトゲーム、どっちがいいですか？僕はナイターがいいです。じゃあ神宮のナイターで、はい、まあこのね、球場もここのプロ野球12球団のフランチャイズはもちろん地方の、こちらはね、マスカットスタジアム倉敷ですね、はい、で、愛媛の松山坊ちゃんスタジアム、あと福島あずま球場はあのオリンピックでね、うん、使われる球場ということで入ってるんですね。ここら辺は、パワープロ固有のといいますかね、球場になっていますと。河川敷すごいですね。河川敷っていいですよそのまま本当に河川敷の、やっぱ狭いんですよ。狭いですね。センター189も109、そうですよね、うん、10メートル前後ぐらい、あと学校のグラウンドっていうのもあとはロックがかかっているのもあるので、こういうのもね、オープンしていくのも楽しみかなっていうところですよね、うん、名前が変わったペイペイドームとかね、ゾゾマリンね、前作までは多分、ホームランラグーンですか、はい、が多分なかったんですけど、今回からはこちらも搭載されていますということで、球場もね、リアルなんですよね。ではいきますか、始めましょうか。緊張するな、勝ちたいですね、どうせやるなら。うわ、なんかならないようにやりたいよね、はい、やっぱりね。ちょっと待ってやってみていいよ。全力ストレート、あ、何も、そうか、押さないと、そう、そこでね、あ、なるほど、押すってことです。なるほど、こう小さくなっていくときに押すと。これまだまだベストピッチじゃないんですけど、ね、ないね、まだブレてますもんね。わかりました、そう、あの、ちょうどボールのところでやらないといけないって。あ、嫉妬あ、これいいです、あ、できた、できた、あ、しかも全力ボールボールだったけど、ミスター、わー、ごめんゲンタさん乱闘よ、ちょっとそんなに、ちょっと難しい、いきなりチャンスや、あれ、こんな動くんだ。そうね、塩梅がやっぱ難しいよね。ちょっと待ってください、これ、いや、こんなに嫉妬あるんだったらもう絶対打てちゃう。あー、うまい、よし、あ、危ない。いやー、山川選手ね、絶不調なんですよね。うわー、いいとこ、ちょっとこれ、自分まだコントロールできてないの。ちょっと2つよ、初回2つはないんじゃないの、ちょっと。あー、難しいわ、やっぱ。あー、よしよしよし、最悪。どこや、どこや、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、あ、満塁男、ちょうど満塁で恐怖の満塁男、恐怖の満塁男ですよ。すいません、ちょっと逃げます、これ。第2球投げました。あ、よし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 、あ、え、ライト落ちて、落ちて、おお取るんかい。勝ち運がついてますね、松坂選手。よしよしよし、まあまあ、お、青木選手は閉殺っていうのがついてて下に広がってるんですね。あ、惜しい惜しい惜しい、頑張れ頑張れ。いやー、キャプテンやりました。ちょっと見て、キャプテンやりましたよ、取れたからで絶対いやいや、あー、熱いシーン。バッターは3番、山田。第9投げた、マシンで捉えた。ちょっと待って
まあね、言い当たりすぎたね、今ね。ヒットですか、今の。まあ、ちょっと正面でしたけど、かなり強い打球でしたからね。うん、うわ、嫌な打順だな、ほんと、ずっと。意外といかないんだな、こう見ると。あ、いい感じ、いい感じ。あ、ごめんごめんごめん。すげえ、すげえクイックだった。いや、難しいな、これ。よし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 。よっしゃやっと慣れてきたぞ。ああ。うおー、いいとこ。だ。ああ、危ないな。うわー、どうしよう。なんか落ちる系とかが欲しいね。ああ、すいません。松坂さん、俺のミスです。おお、あれ、あれ、ちょっと待って、優しさじゃない。やったやった。なんでだよ。いや、三塁ランナーだけ進むのはね。あれむずいね。そう、操作ミスました。こんがらかったね。いいとこじゃない。よしよしよし、慌てちゃうんですよね。すごい。よし、だ大丈夫だ。オッケー。ああ、ちょっと重いな、3点、3イニングなんだから。すいません、ピッチャーを変えさせていただきます。そうね、はい、1イニングごとでいいかもね。ここで、寺島投手に出た。変えさせていただきます。初勝利おめでとうございます。ねえ、いきます。栗山選手、絶好調ですから。初球外れても。よしよし。さあ、次の投球。投げました。打った。タイミングが難しいね。第3球を投げました。よっしゃ。いいんじゃない？よしよしよし。慣れてないやつ、みんな取り込みがちだから長打になるよね。ちょっと待って、点取れないやんけ。第9投げた。あ、ちょっと。よしよし。寺島君、ごめん。第2球投げた。インコースへ。チェンジアップな。だいぶ緩急ありますね。ブレーキがすごい。ああ、取られた。じゃあちょっとさっきの変化球が気になったので、はい、ニール投手を使いましょう。カーソルの速さが違くて逆になんかむずい。コントロールがいいピッチャーはこのナイスピッチもしやすいってことなんとか。いいんじゃないの。ああ、うまいね。いや、結構もう勘で振ってますけどね。頑張った。カキーンって出たもん。出ましたね。このね、ランナーの判断もね、むずいよね、確かに。おっしゃ、いつ、いやー、頑張れ。やっとまともな操作ができた気がする。これこれこれ、やばいやばい。投手を変えさせていただきます。ストッパーじゃん、奥川投手で。なるほどね、夢のある起用、はい、ここはスキップ見せません。そうね、それもあるよね。あー、もうバッティング下手くそだわ。なんであんな打てんの。勘です。うわ、すっげえ変化球。舐めて、舐めっとかましてきやがったの。早い。投球これから2球目。ああ、150キロだって。あれ。よっしゃ、当たった。落ちる。よし。ちょっと、いや大丈夫。ここは2塁で止まる。もったいない。店に行ったね、最後。そうです。どうせならね。無謀、無謀ですけど。早いんだよ、ストレート。よっしゃ。いやー、1点取れた。奥が。いや、キャッチャーのミスリードですね。特急にこだわりすぎました。そうね、はい、内角をね、握りよ。さあ、逆境ついてますから。あー、今の打てたよね。ナイスピッチしました。3-1、いい試合でしたよ、結果でも。やられたね、初回だけなんよ。いやー、いいね、若手と、ベテラン、うん、そうね、青木選手のね、あの一打もね、
きなりだったもんね。さあというわけで1試合戦いましたけど、ヤクルトの勝利勝たせていただきました。参りました。ありがとうございます。うまかったな。奥川投手にね、セーブつけました。いいね、面白いですね。久しぶりにやったら、そうそう、遊べるっていうのがね。あ、ポイント。なるほど、試合とかで遊ぶとポイントが溜まっていって、いろんなね、交換して、さっきのだから隠し要素みたいなのは全部こういうので開けていくって感じなんでしょうね、きっとね。さあ、というわけで、まあね、最新のパワープロ最新作が出たということで、ゲームをね、紹介しつつ、まあ1試合やってみたって感じでしたけども、ちょっとまあ、悔しいっていう、ちょっとこの後、あの撮影関係ないところで9イニングちょっと本気で、そっちで本気でできたらなと思って迎え撃ってやります。そうですね、この後ちょっとナイターとかあるけど、ちょっと関係ないぐらいでパワフルやっちゃうかもしれない。今日仕事にならないかもしれない。気持ちよく入ります。私勝つまでやらせていただこうかなと思ってます。ぜひぜひ。さあ、そういうわけでね、今回はパワフルいいベースボール、パワフルプロ野球2020 7月9日発売ということでね、せっかくこのね、ゲームとうちでもできるようになったので、はい、今後ね、ちょっと企画なんかも考えつつね、どっかでいろいろやっていけたらなと思いますし、あとはですね、ちょっと小上さんのご好意でですね、今回プレゼントを用意していただきまして、まあ、こちらにあるのはね、うちの今やってましたプレステ4版とですね、あともう一個、スイッチ版、こちらも、7月9日同日に発売になっておりますので、これを、各1名様ですね、プレゼントさせていただこうと思います。詳細は、概要欄にちょっと記載させて、もらおうと後でお願いしておくので、そちらをチェックしていただいて、ぜひぜひね、応募していただけたらと思っております。はい、そんな感じで我々ね、企画今後も動画企画ね、どんどんアップしていきますので、チャンネル登録だったりね、面白かったなと思ったら高評価などもね、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。